おじい様の後は私が継ぎます。お前、名は？ゼファー・コールレインです。隊長に引き抜かれてここにやってきましたが、その…正直、俺なんぞがこの舞台でやっていけると思いません。ですが命令なので、今後もよろしくお願いします。面白い技を使うな、お前。いいぞ、気に入った。私のことも以後は名前で呼ぶがいい。いいえ、その天津の方を呼び捨てはちょっと。当人が構わんと言っているんだ。恐縮するなよ、ゼファー。相方だろ。千歳さん。さんもいらん。すごいな、ゼファー。そこまで弱音を口にできるとは。俺はむしろ千歳がどうしてそんな前向きか知りてえよ。やっぱりお前は本当におかしなやつだ。
まずは周辺国家の治安悪化についてですが、これは先日西部駐屯部隊のタウラスが即時鎮圧いたしました。なお線路処理も継続して同部隊が行っておりますが、こちらも経過は至って順調。それに伴い情勢も安定、ゆえこれ以上の心配はないかと存じます。今回の件で生じた人的資源的損害および反抗勢力鎮圧における功労者は別稿に記載してまとめてありますので、質問がある方はそちらに目を通してからぜひ。報告ご苦労だった、ランスロー。では次、カンタベリー正教公国並びにアンタルヤ商業連合国についてはどうなっている？以前変わりなくですな。正教国は首をすぼめた亀がごとく、小国は時たま思い出したように頭部担当のバルボ、スコルピオと戯れておりますよ。我々アドラーを脅かす存在はそれら外圧のみにあらず、皆様の中で耳にしておられる方もいるでしょう。先日スラム街で起こった騒動、魔性の片割れ、マルスが現れたとそう聞いている。さようにございます。現在の帝国における平和を根底から揺さぶりかねない、あってはならない事態と認識いたします。僭越ながら私は以前よりあれら謎の兵器について量産の可能性があると進言してまいりました。今起こっている事態はまさに懸念してきたことそのものではないかと考えます。この度姿を見せたとされている仮称マルスは以前のものとは別個体という可能性があるかと。すなわちかつて総統閣下が討伐したものの後期生産型、正教国より送り込まれてきた新手ではないかと一考します。もう一つ、これは最近疑問を感じてきたことなのですが、あれら2体は本当に正教国の所有物であったのでしょうか。軽々に断じていいのかと今となっては思っております。ならば小国か、それとも第三者の存在だと。それは飛躍が過ぎると思うが、機関には何か確証があるというのか。いいえ、何も。ですがそもそも可能性を否定する材料にしても現状何もないはずでしょう。現にありえてはならないことが起こっていたのですから。ならばもういっそ開き直って今までの前提条件を一度捨てることにしたのですね。そしてもう一度自由な発想をしてみますと、我々は知らずあのマルスという存在を兵器というカテゴリーにくくりつけていたなと思った。エスペラントと同じ力を使うからといって我々帝国より優れた国が開発したというのではなく、
そもそもあれは自律的存在なのではないかと考えました。つまりあれは最近製造されたのではなく、ロストテクノロジーそのものとして千年の時から目覚めたのではないだろうかと思いまして、これならば我々帝国よりアストラルの軍用に優れていたとて当然でしょう。何せ解析先の技術、その大元が暴れていたわけですから。確かにそれは自由な発想だな。口頭向きにとは軽々に言えまい。そうなってくるといろいろと辻褄も合うのです。仮称マルス、仮称ウラヌスの製造は旧暦最後の世界大戦ということになります。私が当時の技術者とした場合、魔星に固有の人格を植え付けるとするならば、それはもちろんこうします。その力で敵国を打ち倒せと。故にこそこたびの事件は特急の危機となる恐れがありましょう。何せ彼らの故郷はもう消えている。今の世界にある国全てが残らず彼らの標的ですよ。この論が正解ならば我々はお手上げです。あと何体残っているのか見当もつきませんしね。そのような状況を避けるためにも魔星への対応策が急務かと。よって、そうどうか、あなたが推し進めていたはずのものを私たちは知りたいのです。魔星の再来より遡ること1週間ほど、第6ターミナルの一件を覚えておいででしょうか。私はあそこから何かがおかしいと思うのです。もしやとは思うのですが、もはや隠し通すのも下策だな。その通りだと思う、ランスロー。あの日俺は秘密裏に移送を命じたものがある。九段の襲撃はそれを狙った他国の手合いによるものだ。中には一体何が。聡明なお前なら見当がついているのだろう。そう、魔星だよ。恐れることはない。奴は今復元と共に首輪をあてがってある。俺の承認なくば全力を出すことが不可能な状態だ。だがしかし、一人であれを扱うことにも限界があるだろう。俺も所詮は人間だ。よって仮に暴走したとしても鎮圧できる者に奴を預けた。スラムで魔星と戦っていたという情報をお前はどこまで掴んでいる。はい、破壊と戦闘の規模からおそらく複数のエスペラント、それもかなり優れた戦闘者と戦っていたのではと。まさか。そうだよ、ランスロー殿。すまなかったな、今回ばかりは密命だったのだ。鳴らし運転というやつさ。まあ引き継ぎの儀というやつかな。おかげで相当閣下からも託される運びになった。これで以前機関が懸念していた負担と期待の一極集中も少しは軽減されたはずだが、どうだろう。今までお前には余計な心労を負わせていた。これを持ってその忠誠に詫びさせてくれ。
おのおの聞こえたか。魔性はもはや限定的だが我らの手にある。あれは自然災害ではない、制御可能な兵器なのだ。ならばもはやあと一歩だろう。これからも皆の力を至らぬ俺に貸してほしい。頼む。お前が鞘霧隠れか。まだ少女などと侮るつもりはない。その力私によこせ。こんなところで止まるわけにはいかんのだ。勝つため。らんなりとご命令を。千歳おぼろ天津様、この鞘霧隠れあなたに命を捧げます。
それでは報告を聞かせてもらおうか。御意に、総統閣。現在軍部の息のかかった者たちを紹介絡みの流通経路に紛れ込ませ対象の監視を行っております。今のところ特に問題は見受けられず、以降も観察を続行するつもりです。続けよう。そしてこれは隊長からの代弁となりますが、もう少し直接的に探りを入れてみてはどうでしょうか。虎穴に入らずんば孤児を得ず、より精緻な情報を収集するためこの任務に最適な人員を配置できればと。さすればさらに進捗ははかどることでございましょうとのことです。過断にして請求だな。それこそがライブラでありますよ。先日の会議で明かした以上、今後必ず各方面からの質問は日増しに強くなっていきましょう。何せ魔性を従えたというのですから。そして人は目に見えた成果が上がるとどうしてもじれ始めます。次はさらにもっともっとと。総統閣下に不遜な物言いをする者はさすがに一人もいないでしょう。ですがその研究を担当しているアクエリアスへしわ寄せが来るか、十分にあり得る話だ。おぼろはどうしている？対象を揺さぶるというのであれば、おそらく奴が適任だろう。魔性では刺激が大きすぎる。まさにその件へ向けて捜査準備に当たっております。というよりはすでに動いていらっしゃるかと。手が早いな。素晴らしい。やはり彼女は優秀だ。ならばそちらは任せよう。マルスについても何かしら不備があれば随時報告するといい。最優先で対応する。了解いたしました。お姉様、どうか早まらないでくださいまし。なるほど、賑やかになりそうだわ。
庶民は出店でちまちま買い食いしたり露天商を冷やかすという過ごし方がせいぜいだがな。贅沢したいならお前の奴隷にねだってくれ。あら、かわいそう。大切な親友を小豚の貯金箱みたいに言うなんて。今日の用事は何だろうなっと。うんこ漏れそうなのか。あなたの発言でため息が呆れに変化したわね。仕方ないが、そろそろ時間なので腹をくくるとしよう。というか、この場の全員がそうしなければならないかもね。まず最初に僕の勘を告げるとするなら、彼女の目的は偵察だ。ねじ込んできた身分の関係上、おそらく荒事はないと思うけど用心してね。いきなり物騒なこと言うなよな。バレたかと思う。だけど心配はいらないかな。普通に考えたらレディーが目当てのはずなのに、どうもあれは。まあ要点だけかいつまむと、これからやんごとなき身分のご令嬢がやってくる。天津の箱入りお嬢さんで商業エリアの顔役である僕と直接話がしたいらしい。で、君を呼んだのはその会談中に僕たちの護衛を頼むためで、そして終了後はそのまま相手方の護衛についてもらう。 OK？ そりゃ銭もらえるなら構わんが。それでどうしてこの無駄飯ぐらいまで呼んだんだ。言っておくが、バカバカしい理由はなしだぜ。あちらさんの希望、表向きは孤児、住所不定者など、それに対する身分の保証や紹介の援助もろもろ、お涙頂戴の話を盾に箱入りお嬢さんの善意でやってくれますよというのがあくまで最初の話。そして先日会ってびっくり、あんたマジかというわけでさ。本当にこれは参った。とにかく先方に会えばわかるよ。最後にこれだけ言っておく。僕と君とで彼女を守るんだ。いいね、ゼファ。本日は護衛の方まで手配していただき、手厚いお心遣いありがとうございます。グランセニック様、千歳、さざ波天津です。皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたしますね。どうも。
本日はこのような機会を設けていただきありがとうございます。いいえ、構いませんよ。むしろ僕としてもその提案は渡りに船でして。そちらの身寄りがないお嬢さんに市民権を与えたいと。その善意と優しさは素晴らしいと思います。ぜひとも手伝わせてほしいですね。助かりますとも。千歳城はお優しいですな。いいえ、天津として当然のことでしょう。特権は民の安寧にこそ用いるべきだと思いますので。立派な志だことで。大したことでは。大人はね、互いに真実を察していても時と場合を選ぶのよ。何でもかんでも馬鹿正直に口にして相手をそれで不快にさせたらダメでしょ。あなたも少しは見習いなさい。俺決めた。今からピーターパンになる。とりあえず身分保証としては例の形で、書類や控えなどに関してはこちらが預かる形でよいと。ええ、構いません。ルシードさんは信頼できますし、こういうことは早い方がよろしいでしょう。ついこの間も治安の悪化が見られたという話ですから、被害に遭っても身の証明が立たなければ悲しい結果になりますもの。確かスラムで何かが起こったという話ですが、この頃はまた安全が戻ってきたと聞きました。良いことですが、どうしてでしょうね。そうですね、まあお嬢さんに聞かせる話ではないかもしれませんが、最近スラム界隈が何か動いてるという噂があるのですよ。もともと小競り合いの多発していた地域ではありますが、最近のそれには何でも統率者の意思を感じるのだとか、秩序とまでは言いませんが何か確固たる目的を共有しつつあるのではと、そんな噂もありますね。スラムの者が？にわかには信じられません。それにそんなことをして何か得があるのでしょうか。いやいや、お嬢さん、無法をなめちゃいけませんよ。人間自体がそもそもあまり賢くない、目先の欲望に負けるバカや予測もできない未熟な子供が大半です。ムカつくからぶっ壊そうとかやっちゃう輩が大半ですとも。そう、例えば紹介員を抱き込んで物資をこっそり抜いたりだとか、やるバカ本当に多いんですよ。バレるたびに処分されても関係なし、学習しない、反省の色もなし。悪知恵だけは達者なもので、いろんなルートや方法で輸入品をかすめていく。最近はそうですね、主に銃器類が狙われているんですよ。いやー困った。まあ怖い。大変なのですね。これ以上紹介に損害が出ないよう、よければ私が叱るべきところに話を通してみましょうか。もちろん紹介、ひいては小国側のご迷惑にならなければ。お心遣いはありがたいですし、私としては提案を受けてもいいのですが、すみません、そこまで甘えるのは少し。いいえ、こちらこそ差し出がましいことを言ってすみません。ですがあまり遠慮せず、頼み事があればどうぞお気軽に。頼もしいことです。二人の副音声が聞こえてくるみたいね。いやもうマジ勘弁。
本日はわざわざご足労いただいてごめんなさいね。お嬢さん、自分のことなのに話を聞いているだけで退屈だったんじゃないかしら。気にせずともいいわ。縁の薄い会話だったから、眺めていてもそれはそれで楽しかったもの。それと一つ聞きたいのだけれど、立場の保証についてならグランセニック商会が受け持つということになったわ。何か不都合が起きたりした場合は名義がこちらに移るという話と思って。僕が帝都から離れざるを得なくなったらだけどね。まあもちろん石にかじりついてでも残ってやるけどさ。ですからあなたの安全は。そんなことはどうでもいいの。ね、あなた吟遊詩人はお好きかしら。それなら私たちとても仲良くなれると思うわ。どちらも同じ音色に焦がれているもの。ええ、琴の調べは好きですよ。これで私は芸術のたしなみもありますから。ただ、はしたない話ですが、音楽よりも動物と戯れるのが好みでして、いつか屋敷に狼を飼うのが夢なんです。どう思います？悪くないわね、それも。遠吠えの切なさは確かに私も軽く胸がときめくもの。気が合いますね。なぜでしょうか？ある特定の部分に関して趣味が似通ってるんでしょ。それでは名残惜しいですが、これでそろそろ約束通り彼のことをお借りしますね。心ゆくまで可愛がってちょうだいな。おお友よ、安らかに眠らんことを。いや、助けろよお前ら。驚いたぞ。まさかあれを垂らし込むとは。色男になったじゃないか、ね、ゼファー。こうして二人きりになるのは久しぶりだな。以前はあれで劇的だったが、部下に魔性の目もあった。そう考えると感慨深い。昔はよく一緒の任務にあてがわれたものだったと覚えているか？私はまるで昨日のように覚えているぞ。まあ俺も覚えちゃいるが、なんだ。どうして俺の隣に腰掛けるわけ？当然、そうしたいからだ。
さっき妙な会話を交わしていたけどよ、ベンデッタはお前から見てどうだった？正直俺は持て余してるし、あいつが何かよくわからん。ほう、当事者からさえ特に感じるものはなしか。ならば私にわかることなどそれこそ何もあるまいわ。それでも意見を口にするなら特に違和はなかったということだけだ。少なくとも見た目は普通の人間と何ら変わりないものだった。内側から感じるものも同時にしかり。しかし全く降ってきたのがまずは他の女についてか。ああ悲しい、嫉妬してしまうぞバカ。お前は相変わらず女心が分かっていないな。まあうん、それはそうだが。なんだ歯切れの悪い。二人きりだぞ、おまけに密閉空間なのだぞ。運転手は曇りガラスでこちらが全く見えん仕様、防音処理も完璧だ。そして近くに美女がいる。ならば我慢弱い男としてやるべきことがあるだろうが。なんだお前、まさかその年でもう不能なのか。困るぞ私は。奮い立て。なんでだよ。仕方がない、お前の男を回復する手助けをしてやろう。ほーら。なんだがっつくじゃないか。どうだ興奮して海綿体に血が通わんか。ちょっと待てやん。お前誰だ、何者だ。なんか千歳によく似たそれっぽい女だろ。絶対そうだろ、偽物だろ。こら失敬な、単に成長しただけだ。本音を出すのは気分がいいぞ。その目だ、ようやく意識してくれたか。そうさ、私だって女なのだぞ。まあそれは置いといてだ。さっきの話題、ベンデッタについてだが、お前何かを掴んでるだろ。意味深なことをさらりと言うとき、大体それがサインだからな。そうだ、掴んでいることがあるのも確かな事実だ。では逆に、お前はベンデッタがどういうものなのか分かっているのか。以前私たちが刃を交えた時におかしなことがあっただろう。お前の星が突如として増幅し超絶の力を行使するに至ったこと、あれから知ったことだが、彼女の詳細はアストラルへのカウンターらしい。あらゆるエスペラントや魔性を無力化する劇薬だとさ。それがベンデッタ、エウリディケ・ベータの製造目的であるらしいぞ。
あいつの星をどうして俺が。不可能だろそんなこと。だから手をこまねいているのだよ。上も私も誰も彼もが迂闊に手を出せずにいる。おまけにこれまでベンデッタは軍部の研究所で一度たりとも起動したことがなかったらしい。こちらもまた原因不明。それがこの度どこかの誰かが目覚めさせたというじゃないか。さらに力までリンクして使ってしまう。いかなる手段を取ったのかと疑問解決に大忙しさ。で、それを踏まえてもう一度問おう。何か感覚的に気づいたことは。冗談じゃねえ。俺が分かるわけないだろ。だろうな。故に喜べ。これで我々はもう少しお前を泳がせることになる。実験動物の観察期間ってわけかよ。クソ。不安か。そうだろうな。お前は昔から臆病だ。よって道を一つ提示しよう。もし望むのなら私が守ってやってもいい。不安など片時も感じさせないぞ。交換条件というやつだ。ベンデッタをこちらに引き渡せばあの御曹司との約束は守れるし、お前の心配もこれで雲散無償する。そして私はそれらの重荷を背負う代わり逃げた狼が手に入れる。悪い話じゃないはずだ。だからなあ、そろそろ振り向いてくれてもいいんじゃないか。私はずっと本気だぞ。まさかこの後に及んでまでそれを疑ったりしないだろう。ねえよそんなこと。俺は今まで一度たりともお前が嘘を言っているとか思ったことはかけらもない。俺が勝手にビビって尻込みしているだけだ。5年経っても。5年経とうとだ。ここ数年は景気が好調のためか歓楽街に出入りする連中も多くてな。それに合わせて流れ込む情報量も倍増した。軍部高官といった特権階級であろうとも例外にあらず通い詰めている者もいる。一夜の快楽を求め続ける人間の本能というものだが、しかしたまにはそう見せかけて外とつながるやつもいる。後を絶たんよその手の輩は。ようこそいらっしゃいました、千歳さん。今日はどちらのご身分で？あら、ゼファー君まで。今日はお仕事？まあな。おぼろとして対応するが、かしこまる必要はない。それでは案内、よろしくお願いするよ、イブ・アガペ。ゼ
ファーには本日の護衛を頼んでいてね。むしろこちらが不思議なのだが、二人はよもや知り合いか？ええ、よくうちに来てくださる素敵な男性ですよ。そうだね、うん。ほう、ほうほうほう。なんだゼファー、やはりお前の男は枯れてないというわけか。まったく私は嬉しいよ。安心したぞ。ああ、心から。まあ、私はどうこう言いはせん。仕方のないことだと認めている。寛容だからな。許してやろう。故にここは聞かねばならんな。イブ、主にこいつのお気に入りは？私ですね。あと、大きな胸もお好きかと。これはまた実に複雑な感情が湧き上がってくるじゃないか。ストライクゾーン入っているだと。もしや少女趣味なのか、妹に手を出すという背徳感がたまらんのか、巨乳の女はいかんのか。片目もないし、あ、しかしと反問したけなげな思いは何だったのやら。なあゼファン、お前なぜ5年前に私へ手を出さなかった？そうすればとっとと自覚できたはずで、万事丸く収まっていたというのに。いまいましい。無茶言うなよ。色気ゼロだったじゃん。スパルタすぎて全然ムラッとしなかったもん。えい、やかましい。あの頃から胸はあったろうが、たわたわに実っていただろうが、もっと下半身に素直にならんか。けだものらしくむさぼれ。おのれ、かつてない敗北感だ。どこまで私に傷を刻むというのか貴様は。あらあら、最近急にオンダウンが上がってきたわね、ゼファー君。私もそろそろ慰めるのはお役御免になっちゃうかしら。まあいい、気分を変えよう。そうさ、ポジティブシンキングだとも。深呼吸、深呼吸。私の体は奴の欲を十分煽ると分かったのだ。そうだとも、悪いことばかりじゃないぞ。うん。弱い部分にあれやこれ、後で教えてあげましょうか。ぜひとも。やめてよ。さて、それでは行きがけのダチンと行こうか。立て、リュカオン。ケーキ漬けに一人ほど買っていく。手伝うがいい。後のことはよろしくお願いいたします。
了解した。君は指名の押し売りならよそでやれ。私は今からクラリスと甘い時間を過ごす。いやいや、そういうのはいいんだよ。アンタリアの十種族が一つ、マドロックのネズミさん。悪いが、もうとっくにバレているんだ。お前とその愛しい女、揃って奴らの息がかかった売国奴だと、すでにこちらは掴んでいる。今日はここでお仕事の傍ら、運用資金を横流しといったところか。ああ、わかるぞ。家族が軒並み戦死するのは悲しいことだ。国から保証が出たとしても、以後の稼ぎが不透明なら、不安になるのも仕方ない。しかし、だからどうした。身に余る借金を作ったのは貴様の不徳がなすところだろう。上場酌量の余地はないの。ドキッ。じゃれろ、リュカオ。あいよっと。捕獲完了。ついでだ、落とせ。いや。捕獲術も衰えてはいないらしいな。結構だ。お褒めに預かり、恐悦至極でございます。今日はありがとう。付き合ってくれて嬉しかったよ。礼を言われても正直困る。俺がいる意味なかったし、そもそもこんな任務自体、新参に任せるレベルのものだろう。お前が出張るものじゃない。それについては確かにそうだが、今回はお前と会うための口実だよ。それぐらい分かってほしいな。あと反論させてもらうなら、常に軍部は人材不足だ。今も昔もどの部隊も、正確に言うのなら数だけ増えても意味がない。肥大化していく領土、結託していく近隣諸国、エスペラントによって一部の質は飛躍的に高まったが、それでもまだまだ問題だらけさ。総数500のエスペラントが味方について決するほど、戦争とは甘いものか。エスペラントになるべく士官したのに夢破れた一般兵は、高い練度を保ってくれるか。人狼の抜けた穴は、今をもってなお埋まっていないというところさ。苦労しているよ、実際。そこはあの女がいるだろうが。俺と違って従順だったぞ、あれ。確かに鞘は優秀だが、
あれはまだまだ脇が甘い。不測の事態、例外、邪道、それらに対する経験値が圧倒的に足りないのさ。なまじ何でもできてしまった弊害だな。だから早いうちにお前とぶつけてよかったよ。まったく、人を育てるのには手間がかかる。おじい様には今となっても頭が上がらん気分だな。まあバルゼライド総統閣下ほどの軍人であるなら、あらゆる面でも一人でもこと足りるのだろうがな。五国の英雄様と比べても仕方ねえだろ。そうだな、彼の星はそれほどまでに突き抜けている。故に私はこう思うのだ。英雄とあれら魔星は果たして何か違うのかなと。いいのかよ、んなこと言って。構わんさ。当の本人から許されていることでもある。実際お前もうすうすと感じていたことだろう。あの男はまっすぐすぎてどこかがおかしい。バルゼライドは傑物だ。国を悲劇の淵から立ち直らせた。軍の腐敗をも一掃した。彼の導きのもと帝国は今後も繁栄を続けることだろう。奴の行動にはどこか妄執じみたものを感じることがある。あの大虐殺の勇姿を見てお前もそうは思わなかったか。血をつぐむのもいいが、いつまでもそうしていられるわけではないぞ。なあ、帝国一の重要人物。お前は永久の眠りからあの少女を、ベンデッタを目覚めさせた。そこには必ず何かがあるし、少なくとも総統閣下はそう見ている。もう無関係ではいられないのさ。お前が望む望まないに関わらずな。どうして俺なんだ。だってそうだろ、どっからどう見たって俺は情けない人間だ。何かが多少はできたとしても英雄と同じステージにはたどり着けない凡人なんだよ。ならば己の宿命を放棄して私に彼女を明け渡すか。こちらとしてはそれでも一向に構わんぞ。彼に対するカードが増える。そしてお前が手に入る。それを問うために今日という日があったのだから。んなこと言うなよ、こんな俺に。もったいねえよ、誰が見たって。お前はすごい女なんだ。尊敬しているのは嘘じゃない。今でもずっとそのあり方に憧れてるし、償いたいと思う気持ちもちゃんとある。千歳、お前重いんだよ。もしもお前が今より身軽な女だったら。あの日、炎の中で私が行かないでと口にしたら、何も強がらず正直な心でそばにいてと言えたなら、
ジェファーは私の元に残ってくれたか。選んでいたかもしれないな。そうか、感謝するよ。未練が一つ晴れたみたいだ。そうそう死ぬなよ、ゼファー。お前が生きているだけで場が動く。私が英雄の真実を暴く日までしぶとく生き抜き続けるがいい。努力するさ。俺だって死にたくない。あいつもまた俺が生きてきた過去なんだから。おい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 、見たぞゼファー。何黄昏れてやがんだ。のわっ。いいとこのべっぴんさんと話し込んだりしちゃってよ。見たところいい感じだったじゃねえか。ガムかな。ミリーちゃんに強力なライバルしつかんだところか。まったく隅に置けねえな、この無職だ。もんなわけねえよ。ロマンスなんてあるかっつーの。まったまた。で、おっちゃんはなんだよ、買い出し？ああ、ちょうどチーズが切れたんだな。うちの二人に金渡してもまともなもん買ってくるとは思えなかったというわけだな。まあその辺はともかく、腹減ったろゼファー。ちょうどいいからうちに来な。さっきのご令嬢とどこまで行ったか、キリキリ話してもらうからな。へいへい、刺したり刺されたりした仲ですよと。おお、なかなかヘビーな関係だな。人情沙汰はいかんぞマジで。何が始まるんだろうな。見事だ、千歳。これよりお前にライブラを託す。
切なことだろう。親兄弟とて切り捨てなければならぬ時があるということ、そして過ちを犯しても進までもならぬということは、いつの世も お前は正しいものを常にこよなく愛するが、正しいものがいつだとて世を輝かせるとは限らんのだ。正当で素晴らしく、しかしそれでもというものが世にはなんと多いことよ。逆に毒であっても救いになることばかり。まったくこの世はおかしいの。わかりません。あなたが何を言いたいのか。今から大切なことを伝える。忘れるな、千歳。人には必ず己より正当でかつ強大な正義を相手に立ち向かわねばならぬ時が訪れる。お前がその時、お前だけのわがままをつかめるよう、地獄の淵で祈っておるぞ。さらばだ、千歳。我が自慢の孫娘よ。これでお前は帝国を守る裁きの鶴。
ふざけるなよ、貴様ら。協力を求めます、アストレア殿。軍の腐敗をこの手で一掃するために。近々我々を睨む血統派の重鎮たちが何らかのお披露目を内々に行うようです。おそらくは自分への当てつけでしょうが。利用しない手はない。違う、これも違う。あれはおかしい、余白がある。
さすがだよランスロー殿、やはり機関は侮れんな。ご安心を。ここにいるのはご覧の通り私たちだけ。そう驚かしてやるな、サヤ。まあ、ともあれ、機関の器具も当然か。何もおかしなことじゃないさ。私とカッカは共にその手腕を買っている。その内実も含めてな。ゆえ、単刀直入に行こう。ランスロー殿、私と組むつもりはないか。こちらが機関以上の事情通であるというのは今さら語るに及ばんだろう。しかし未だこの通りでな。全貌の解明には遠く及ばん体たらく。となれば当然協力者が必要だろう。それもとびきり優秀な。アストレア殿、共に解明しようではないか。機関にとっても悪い申し出ではあるまい。何よりこのままではお前いささか困るだろうがなあ。何のこととは言えませんか。やれやれ。いいでしょう。毒を食らわば皿までと。聞かせていただきたい、アストレア殿。あなたの掴んだ真実を。吠えたな。いいぞ。途中下車はもう聞かんが。などと、アストレアは包囲網を構築中。哀れ光の英雄は守るべき者たちに手を噛まれている次第だが、試さなければ可能性はゼロだとしても、果たして一体あの男へ策がどこまで通じるものやら。ご命令とあらば私も接触いたしましょう。さすれば誘導もたやすい。所詮は人。しかし奴には有効でしょう。うまくやれば寝首をかけると愚行します。まあそう流行るな。お前よかろうよ。やらせてみればいい。我々に必要なのはおそらくそういう雑多さだ。やら、おのれ、その構図では何も動きはしなかった。万事が万事思い通りに進むならお前たちさえいなかったの。想定外のオルフェウスが我らの幕を上げただろう。ならばよし、
歓迎しようではないか。我々だけでは運命の車輪を回すに足らんらしい。己はどう見るのか。もしもの時はケラウノスの指示を仰ぐ。今回の件すべて一任してあるようにジョイ。それが神の御心なら